青空が似合うな。僕っすか。うん、場所いいっすよね。お枚方マジで場所いい、ね、あれ時間何時まで。1時か。了解です問題ないです。今日の献立は。いや知らないですよ僕。来たばっかりです来たばっかりから。うどんかなこれ。うどんっすね。おにぎりいいっすね。まだ時差ボケがありすぎてやばいんですよ。あ、そうですよね。釣りがある。そうですよね。急がない。今日は忙しいんですよね。よくバタバタですか。これどれ使うんですか。今日使うのはこれ2つだけですか、うん、でこっちはもうチームの OK です。了解です。靴だけこれ現物初公開。先行先行初公開。マジでガンバを探す。マジでちょっと 色の配分変えとるだけ。大丈夫。どうですか新しいユニフォームは。綺麗ですよね。なんか新しいですよね。 青ってめっちゃ久しぶりに着るっすよ。入団当初の J テクトが青だったんで。しかもヒョウ柄っていうのがまた大阪感強いですね。ここはヒョウ柄なって。そっち発想。ちょっと今着てみるか。あ、いけてるわ。ぴったり。確かに。これいいっすね。髪の毛も青色にしないといけないんですよ。ね、スライドみたいな。スライド。28.5 です。ちょうどいいっす。行ってきます。どうなんですかこんな会見直前って。全然緊張しないです。それではお待たせいたしました。選手そして監督が入場いたします。パナソニックパンサーズティリロラン監督です。通訳の辻本ルナさんです。パナソニックパンサーズ背番号13番山本智博選手です。3番の山本智博です。よろしくお願いします。パナソニックパンサーズ背番号11番西田裕二選手です。11番の西田裕二です。よろしくお願いします。西田選手入団のコメントをお願いいたします。まず皆さんに今日場所を運んでいただきありがとうございます。今回こういう風に記者会見という形で発表になると思うんですけど、まずこうやってパナソニックパンサーズのユニフォームを着ることができるということもすごく嬉しく思いますし、また自分の横にいる、ディリ監督だったり本選手と一緒にこのチームでプレーできること、そして今のパンサーズの、プレイヤーの方々と一緒にできることをすごく嬉しく思います。で、僕たちはしっかりと1年目からいい結果を求めながらやっていきたいと思いますし、また僕が入団した当初のパナソニック強さのイメージを自分たちがまた出せるように蘇らせるという気持ちを持ちながら、ファンの皆さんと一緒に最高のチームを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。西田選手、記者会見お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでした。いや、こうやって発表できたこと嬉しいですし、それにプラスアルファしてちょっと時差ボケでちょっと眠たいっていうのが今もうちょうど来てるんで、ちょっと体調ちゃんと整えてやっていきたいなというふうに思います。でまた締めの言葉を言っていただいて、はい、今日は一本終わりでしょう。とりあえず、こうやって記者会見もあっていろいろと自分も新しい環境でやる中で分からないことだらけですけど、皆さんもそういう場面に出くわすことが多いと思うんですけど、一つずつ解消して自分がやりやすい環境を作ってしっかりやっていきましょう。こういう動画良かったなと思ったらグッドボタンと、チャンネル登録、今左下かな、左下にあると思うのでそこをポチッと押してもらえたら、もうちょいで多分40万ですよね。もう何万ですか今。37万人。あとちょっとですね。だからちょっと頑張って、伸ばせるようにしたいなと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。ということで次の動画までバイバイ。